昨日僕は文春新潮買って宝塚の話は割とのまあがっつり載せたんですけど、まあ同時期に昨日はアリアキーさん遺族側の会見があったんですよ。それ僕は見れなかったんですけど、でもその後のニュースなどでずっと見てました。宝塚がパワハラ認めないってことはやっぱりね、遺族側がとても怒ってるってことですよね。そして主に15のパワハラがあったっていうことを証拠をつけて、とと突きつけたって話ですよね。これはすごい話だなぁと思いますよ。これですかね。主要な15のパワハラ行為。ちょっと検証してみますよ。1、上級生 A。これは甘色ミニリさんですね。まあ、A とかね、いろいろ匿名で言ってますがね。まあ、ずっと僕は YouTube でも、まあ、文春新潮でも全部名前出てますからね。甘色ミネリが、被災者が断ったにもかかわらず、アリア・キーさんが断ったにもかかわらず、ヘアアイロンで、アリア・キーの髪を巻き、火傷を負わせたこと。まあ、パワハラでしょうね。2、甘色ミネリが火傷を負わせたにもかかわらず、真摯な謝罪がなかったこと。ないでしょうね。ひどいね。3、甘色ミネリが髪飾りの作り直しなど深夜に及ぶ労働を課したこと。あ、これもね、文春にありましたね。4、上級生が、新事故のダメ出しで人格否定ないような言葉を合わせた、浴びせたこと。これは上級生はセリカトアさん、松風明さん、マインドが足りないですね。ゆきしおんさん、嘘つき野郎ですね。5、週刊誌報道、文春ですね。ヘアアイロンに関する報道。5、上級生が火傷事件の加害責任を問わず、被災者を呼び出し、尋問し、質問し、劇団員の前で被災者を孤立させ、過呼吸の状態に、追い込んだこと。この時は、まあ上級生はマカデスゾウさんですね。マカデスゾウさんがトップだった頃の話ですね。シャンシャンにした。そこの後、アリアキーさんが過呼吸を起こしたってですね。6、劇団幹部が火傷事件を全く事実無根と発表したこと。これは渡辺さんございませんってやつですよね。あれはひどかった。7、劇団幹部が睡眠時間1日3時間程度しか取れないような極めて過酷な長時間労働を課し、過大な要求をしたこと。8、空組幹部が振り移しの復活により、一層過大な請求をしたこと。空組幹部が、まあ、いや、空組か。空組、全部空組だ。空組幹部がお声掛けの復活に一層過大な請求をしたこと。10、演出家が怠慢不備により、到底対応不可能な業務を課したこと。11、空組幹部が配役表、以前会議に関し、9月初めに2日連続で必要な叱責を行ったこと。12、空組幹部が振り移しに関し、大声で空組組員の前で、組員の面前で叱責を行ったこと。13、空組幹部が下級生の失敗は全部あんたのせいや。まあまあまあ、だからこれセリカトアさんですね、ここら辺ね。など、失政を繰り返したこと。14、スラゲム幹部が9月28日、幹部部屋で大声出し、安すぎな行動を取ったこと。15、スラゲム幹部がお声掛けに関し、質問し、罵倒したこと。叱責し続け罵倒したこと。これは、だからここら辺は花菱りずさんですかね。また調査チームの報告者はヘアアイロンによる火傷の過程について、看護師の証言によるのみを採用して、遺族のリアルな証言を切り捨てていると批判。また、パワハラに関する劇団員の複数の証言があって、証拠として採用せず。まあ、これもそうですよね。あったっていうね、文書報道ありましたからね。結果としてパワハラと認定しなかった。その上で総じて、調査報告書は、過剰な盾の関係を切り捨てしている劇団内の体質、劇団幹部上級生による下級生支配の構造を理解せずに結論に至っていると厳しく指摘したというか、変わってないですね、前とね、ほぼほぼやってることはね、本当に前の会見の時から1ミリも変わろうとしてない感じですよね。だからそれでいいと思ってるのかどうなのかわかんないですけど、でも、こうやって批判は日に日に高まっていく一方だと思いますよ、こういうことやってたら。
僕も YouTube で言い続けますからね。そんなことばっかりしてた宝塚のことをね。僕はアリア・キーさんの側の味方なんで。いや、これはもう言い続けますよと。忘れ去られないように言い続けますよと。今日の目覚まし8見せても腹立たしいでしかないんで。まあ、もっとありますよ。もっと言いたいことはいっぱいあるんです。明日以降言いますんで。チャンネル登録お願いします。